上総広常は、平安時代末期の武将、豪族。上総健介平城、清の八男。上総介、広常の呼称が広く用いられる。暴走平氏総領下当主であり、源頼朝の挙兵に呼応して平家との戦いに臨んだ。上総氏は、上総介あるいは上総健介として、上総、下総2カ国に所領を持ち、大きな勢力を有していた。上総は、親王任国であるため、助が実質的な国府の長である。広常は、鎌倉を本拠とする、源義朝の郎党であった。宝元元年の宝元の乱では義朝に属し、平治元年の平治の乱では、義朝の長男、源義平に従い活躍。義平17期の一期に数えられた。平治の乱の敗戦後、平家の探索をくぐって、戦線離脱し、両国に戻る。義朝が敗れた後は平家に従ったが、父、常住が亡くなると、嫡男である広常と諸兄の常慶や城茂の間で上総氏の家督をめぐる内紛が起こり、この兄弟間の抗争は後の頼朝挙兵の頃まで続いている。治承3年11月、平家の有力家人、伊藤忠清が上総介に任ぜられると、広常は国務をめぐって中世と対立し、平清盛に勘当された。また、平家因戚の藤原新政が、下総国に勢力を伸ばそうとするなど、こうした政治的状況が広常に平家打倒を決意させたと考えられる。治承4年8月に打倒、平氏の兵を挙げ、9月の石橋山の戦いに敗れた源頼朝が安房国で再挙を図ると、広常は上総国内の平家方を掃討し、またいとこの千葉常胤と共に2万騎の大軍を率いて、頼朝の元へ参陣した。吾妻鏡では、正門の故事を引きながら、場合によっては頼朝を討ってやろうと、内に水の存念を持っていたが、頼朝の毅然とした態度に、外心を返じ、和順を立て祀るとはある。なお、吾妻鏡には2万騎とあるが、遠鏡本平家物語では1万騎、源平登場録では1000騎である。同年11月の富士川の戦いの勝利の後、上洛しようとする頼朝に対して、広常は、常陸源氏の佐竹氏討伐を主張した。広常は、その佐竹氏とも、姻戚関係があり、佐竹義政、秀吉兄弟に会見を申し入れたが、秀吉は、すぐには参上できないと言って、金車城に引きこもる。兄の義政はやってきたが、互いに家人を退けて二人だけで話そうと橋の上に、義政を呼び、そこで広常は義政を殺す。その後、頼朝軍は、金車城の秀吉を攻め、これを敗走させる。吾妻鏡治承5年6月19日上では、頼朝配下の中で、飛び抜けて、大きな兵力を有する広常は、無礼な振る舞いが多く、頼朝に対して、公私ともに三代の間、未だその礼をなさずと下馬の礼を取らず、また他の御家人に対しても横暴な態度で、頼朝から与えられた水管のことで、岡崎義実と殴り合いの喧嘩に及びそうにもなったこともあると書かれる。ただし、吾妻鏡は鎌倉時代後期の編纂であり、どこまで正確なものかは不明である。広常の蒲門寿永2年12月、頼朝は広常が謀反を企てたとして、梶原景時、天野遠景に命じ、景時とすごろくに興じていた最中に、広常を謀殺させた。嫡男、上総直常は自害し、上総氏は所領を没収され、千葉氏や三浦氏などに分配された。この後、広常の鎧から願文が見つかったが、そこには謀反を思わせる文章はなく、頼朝の分を祈る文書であったので、頼朝は広常を殺したことを後悔し、即座に広常のまたいとこの千葉常胤預かりとなっていた一族を赦免した。広常の死後、千葉氏が暴走平氏の当主を継承した。慈円の愚管抄によると、頼朝が初めて京に上洛した、建久元年、後白河法皇との対面で語った話として、広常はなぜ朝廷のことにばかり見苦しく気を使うのか、我々がこうして坂東で活動しているのを、一体誰が命令などできるものですかというのが常で、平氏政権を打倒することよりも、関東の自立を望んでいたため、殺させたと述べたことを記している。上総広常の館跡の正確な位置は今もって不明だが、1990年代に千葉県いすみ郡大原町や御宿町一帯で中世上官史の調査が行われ、検討が進められた。千葉県東金市松の里の地、新山と地、白坂にまたがる絶上台地に新山城市があり、広常館があったと伝わっている。布施の天台、房総資料は、布施村に館があったとの説を唱えている。村内に山を背にした天台と呼ばれる平坦な土地があり、ここが広常の館跡であるという。また同書は、かつて村内の川をせき止めるものがあり、村民がこれを見たところ、巨大なカニが近づいてきたので、恐怖して逃げたとの伝承を広常の例であると説明している。日本伝説草書上総巻でも、吾妻鏡の内容を考えるに、安房の国、東条の旅館から広常の館に送られた使者が2日ほどでたどり着ける場所として、布施村以外にないとしている。ただし、村民の中には、伝承を上総景清と混同している者もいるほか、村内に実際にはないはずの頼朝の経過値を示す、伝承値があるなど、混乱が見られるという。千葉大系図では、一宮柳沢城に広常の館があったとしている。一宮町では、これを町内の高遠山城のことだとしており、城内に一宮藩主、加納久明が広常の功績を称えて作った石碑がある。一方、柳沢を一宮に近い大柳の五期と捉え、睦沢町の大柳間のことだと考える向きもある。鎌倉における広常の屋敷跡は、朝比奈の切通し沿いにあり、近隣には、立ち洗いの水や、上総介等などの関連史跡がある。ありがとうございます。